はい、どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回もイケケンの楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。画面は、あれ、なんかスマホ映ってるなということで、何の楽天情報ですかということですけども、前回僕動画出したんですけども、前回の動画で楽天ハンドをイオシスさんで、購入しましたと。で、今週の金曜日にね、届く予定なので、週末にでも動画を出そうかなと思って、使い勝手はどうだとか、おすすめできるのかとか、他のスマホの方がいいんじゃないかとか、そういうようなことを動画出そうと思ってますけど、今回は僕は楽天ハンド以外にも楽天ミニと、あと通称パンダ Wi-Fi ルーターも入手しようと思ってて、で、その2つなんですけども、いろいろな入手方法あると思いますけども、僕、ライブしてたら視聴者さんの中からお譲りしましょうかということで、じゃあぜひということで、そこでですね、お金でね、解決っていうか、するのでもよかったんですけど、いろいろな話の範囲の中、物々交換でということで、僕の持ってるスマホと視聴者さんの楽天ミニとパンダ Wi-Fi ルーターをちょっと物々交換するということで、で、昨日僕、その物々交換のどれにしましょうかとか、そういうようなやつのね、動画ちょこっとでネタ的に出してみたんですけど、で、そこでその動画の内容の中では決定しなかったんだけど、その後に決定しまして、ドン。弓レジですね。これはね、弓レジ F2 ですね。ちょっとカバ外しましょうか。一時期ね、僕もこの弓レジの 弓レジ旋風じゃないけどね、いろいろな意味でね、弓レジ F2 が話題になったんですが、これほら、見てください。僕がこんだけ綺麗に映るぐらいだからね、もうテカテカなんですけどね。ブラックの弓レジ F2 です。もちろん、バリバリ、使えますね。で、これと物々交換なんで、今から開封レビューならぬ、なんていうの、梱包式っていうか、そういうのをやってみたいと思います。やったことないんだけどね。はい。じゃあ、まずは、一応僕これ使ってまして、この弓ジェ F2 はちょっと変わってまして、普通に楽天の SIM 挿すと、ちょっと使用できないんですが、とあることすると、楽天モバイルのマイ楽天モバイルと楽天リンク使って楽天モバイルで運用することができますと。で、僕の動画ではないんですけど、お知り合いの YouTuber の方で、カセラおじさんがその動画出されてて、僕は実際その動画見て設定したので、僕概要欄にね、カセラさんの動画貼っときますので、今後もし、弓デジ F2 ちょっと変わった端末でね、初心者の方とかにはおすすめしないんですけど、ちょっと変わったものを欲しいとかね、不自由なんだけど工夫して使うことを喜びに感じる方ね、ちょっと変人な感じですけど、僕みたいな人ですけど、そういう人が万が一スマホをね、入手して楽天モバイルで運用する方は、よかったら僕概要欄にカセラさんのリンク貼っておきますので、それ見てですね、設定して、で、使ってみてください。ということで、こんなサクサクなんですよね。一応こいつもね、ミドルスペックスマホなんだけど、その中では結構スペックは高い方なんでね、ハイスペックではないですけど、スペックはいいんでね、カメラはそんな良くないですけど、スマホ単体としては結構、使える子なんでね。あとは、使い倒すのは、その本人の、努力次第っていうか、工夫次第ね。工夫次第でこれ結構快適に使えますんでね。じゃあ設定から、リセットしていきます。システム、そしてリセットオプションから、全てのデータを除去ということで、出荷時リセットで全てのデータ除去ね。この操作を行うと以下のデータを含めスマートフォン内部ストレージ全データが消去されますということで、じゃあ消去します。ちょっと待ってよ。ピンコード何番だっけ？はい。ということで、すべてのデータを消去しますか？ということで、すべてのデータを消去します。はい。ということで、データの初期化をしました。これでいいのかな？で、これで再起動がかかりました。この端末は、もともとこの液晶保護フィルム貼ってある状態だったので、そこから僕は何も触ってないっていうかなので、このまま普通にね、使えると思いますので、この動画、見てる、この次の女の方ね、よかったら、
多分大丈夫だと思うんでね、あの細かいホコリとかついてたりしたらごめんなさいですけども、細かい傷とかはほぼないと思いますんで、僕結構綺麗に使ったから、綺麗にお使いください。で、あの動画を見てですね、設定しっかりとして、それでね、あの使っていただければと思います。オールリセットされた状態なので、多分ここで、ピタッとついたら本当初期設定の方に移ると思うんですけども、僕今後、今ね、スマホとタブレットがたくさんあるんですよ。で、まあそれはハイスペックなものはほとんどなくて、僕ミドルスペックとかロースペックのね、スマホとかタブレットしか持ってないから、でそれがですね、ダブったりね、やっぱり動画のねレビュー用に購入したりして、その時は使ってるんだけど、まあ実際今使ってないしね、余ってるし、まあちょっと引っ越ししてね、手狭っていうかね、いろいろなものを処分したいっていう思いもありまして、今後ですね、こういう風に開封レビューならぬ、なんつうの、梱包式っていうか、並梱式っていうか、そういう感じの動画っていうかね、動画のネタとしてやりつつ、もしよかったら、まあ僕ね、今こういうスマホありますけど、じゃあこんなの、あ、リセットされましたね。これは、ユナイテッドステーツにはイングリッシュになってますね。で、まあこういうスマホはありますけど、じゃあ今から、じゃあ1円、ヤフオク1円オークションにかけますんで、よろしくお願いしますというようなね、感じで、また、動画出していくと思いますので、まあ僕の今後の動画にご期待ください。はい。じゃあこれで今、終わったと思いますので、一回電源を切ります。パワーオフで今ちょっと。でこれで切りましたんで、でここで、ティッシュで拭き拭きしまして、拭き拭き、まあ指紋とかね、ついてるかもしれないけど、細かいことはあんまりお気になさらず、じゃあ、ユミレジの箱ですね、これを開けまして、よいしょ、一応ね、内容物なんだけど、ユミレジのですね、まあシムピンとかそういうのはあるんですけど、あのね、一つこれはあります。この僕開封レビュー、開封動画の時にやったね、グローバルバージョンの US のやつなんで、これはよいしょ、これ抜けるんで、ちょっと硬いけどね、ちゃんと抜けますんで、これで使います。でちょっと僕これ使ってなかったからね、このカバーそのまま、カバーってフィルムそのまま貼ってあるんですが、こっちの方普通の USB なんで、これでお使いください。でこっちの方になんか入ってたんですけど、ケーブル入ってたんだっけか、それともイヤホン入ってたのかちょっと忘れたんだけど、これあの使っちゃったんですよ。なもんで、すいませんがこれは欠品でお願いします。なんでこの状態で、あとはこのギブアウェイのね、この、こういう風なサンクスカードですね、ユミレジサンクスカードとかは入ってますし、あとこのユミレジのサンクスカード、これに入ってたのかな、この説明書みたいなやつね、あるユミレジ普通のこの説明書入ってたのかな、これね、ちょっと忘れちゃったけど、こういうのもありますので、これをこう、これとかいらないと思うんだけど、あの前面とね、あの裏面にフィルムであの貼ってあったんですけど、これいらないと思いますけど、一応つけておきます。じゃあということで、これを梱包します。あ、ちょっとこれどういう風に入ってたんだっけ、まあ、このまま、あれか、ここのカバーつけたまま入れといた方がいいな。このカバーをつけて、カバーもつけて、で、これ入れます。あ、サンクスカード。サンクスカードが裏側かな。サンクスカードをこう下に置いて、で、これを置いて、で、これはこのままで、で、ちょっと、ここ大丈夫なんだ。で、これを蓋しまして、で、よいしょ。で、ユミレジの箱。箱もちょっと、少しほこりかぶってるかもしれないけど、ご了承ください。で、この、なんか斜めに切ってある、この、これですね。ちょっと、少しほこりかぶってるけど、細かいことは気にしないで、はい。仕様に問題ないと思いますので、はい。で、ここを梱包しまして、はいと。はい。で、先方さんの要望でですね、ヤマトさんでね、ヤマト運輸で送りくださいということなんで、
あのね、僕調べましたら宅急便コンパクトっていうやつがありまして、それがね 4.8 センチだったっけな、以内だとお送りできるみたいなんで、見たらねこれね 4.7 センチなんですよ。だからちょうど多分ね宅急便コンパクトで送れると思います。まあ宅急便コンパクトか60サイズがねどちらかでお送りしますんで、今僕これ撮ってるのが2021年2月9日火曜日の今お昼のね1時30分です。夕方の方に近くにヤマトありますんで、ヤマトの方で直接行ってこれお送りしますんで、当事者の方、お待ちください。で、また物々交換でですね、相手方の方から僕の方へ、送られてきたら、それはそれでまた動画のネタにしますんで、楽天ミニとか、パンダ Wi-Fi ルーターの方にねちょっと興味がある方よかったらまたね僕の今後の動画にも、ご期待ください。はい。であとね、さっき言ったけど、今後こうやって僕の手持ちのねスマホをまあしっかりとちゃんと動作確認してですね、特にまあ楽天モバイルで使えるか動作確認して、もしよかったら僕格安で皆さんにお譲りしますので直接やり取りするでもいいけど、まあヤフオクのね、とかメルカリとかで、そんな感じで、送るのでもいいしね。今回は直接なんですよね。僕、相手方と直接電話とか、住所とかのやり取りをしてますんでね。一応僕、そんな感じで、まあ、お互い大人、ね、いい大人なので、信頼し合ってですね、まあ、そんな感じで僕、お送りしますんでね。まあ、そういう風に僕を信用できる方、よかったらまた。次のどのスマホを売却するんだじゃないけどね、そういう動画にもご期待ください。じゃあということで今回の動画は以上です。この動画参考になりましたらよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで激変でした。ではまた。